ジュリー、気分はどうだ？ああ、こいつすげえよ。もうどうしようもないってくらい体に力がみなぎってる感じ。なあ、早くやらせろよ。いい子だ。一体どうなっている？なぜ突入しない？なんだ君たちは。インターポールのチュンリーです。現在のパーク内の状況を聞きたい。手短にお願い。現在重火器で武装した男たちがパーク内に立てこもっています。客の大半は避難しましたが、まだかなりの人数が内部に取り残されています。特殊部隊の出動要請は？それが本部から手を出すなと。どういうことだ？立てこもっている男たちは元 SIN の社員らしく、SIN の意向で彼ら自身で肩をつけると。我々には介入できない事情があるんだ。察してほしい。パーク内から凄まじい気を感じる。 SIN、 我々の勘は的中していたようだな。他の連中はまさか。おい、大丈夫か？あの化け物女は。何があった？あの女を始末したのか？大人気だな、私。あんたも消えちゃいな。
痛くしないから。そんなおもちゃじゃ物足りないんだよね。もっと楽しませろよな。くだ、この化け物でそれ以上近づくと人質をぶっ殺す。はあ、なんだそれ。好きにすれば。っていうか、もう終わりにしない？ちょっと待って、もう落ちて。なんて凄まじい気だ。この気はやはり。中へ急ぎましょう。なんてことだ。逃げ遅れた客たちが。ジュニー、俺とキャミーで怪我人を救助する。お前は先を急いでくれ。すぐに追いかける。分かったわ。ジュニー、気をつけろ。左目、これほどの力だとはさ。SIN の機密は誰にも渡さない。もちろんその小型風水エンジンのこともお願いだ、見逃してくれ。俺は死にたくない。私が一番ゾクゾクするのはさ、目の前で誰かがくたばる時さ。おやすみ。待ちなさい。もう終わった。頭出すでよろしくね。あなた何者？雑魚に用はねえんだよ。それとも私と遊ぶ？この目さ、お試し期間中なんだ。だからあんたと遊んでる時間あんましねえんだよ。少しはやる雑魚ってわけか。人々を巻き込んだ。罪のない奴がいるなんて本気で思ってんのかよ。おめでたいんだね、あんた。この…二人の時間に邪魔が入っちゃった。とどめは刺さないでやるよ。続きはまた今度。チュンリー、あの女、チュンリーは無事か？一刻も早く病院へ。キャミ、チュンリー、親子がいるの、助けてあげて。分かった、心配するな。最中に時間切れが来るなんて、どっかの特撮ヒーローかよ。
十分満足しているさ。インターポールのチャイナ娘を半死に追いやるとは司令以上の働きではないか。良いデータも取れた。悪いけど私が満足してないんだよ。中途半端は嫌いでね。最後まで戦い抜きたかったか。格闘家らしい言葉だな。戦い？冗談だろ。私は遊びに来たんだよ。面白いおもちゃをくれるって言うからさ。ほう、でどうだった？確かにこれは面白いね。最高だよ。でも満足いくまで楽しめてないんじゃいいおもちゃとは言えないね。あくまでもプロトタイプだ。完全でないのはこちらも理解している。むしろよくあそこまで使いこなしたと感心しているよ。そりゃどう思う？お前を気に入った。風水エンジンの実用化を急ごう。ここで存分に遊んでいけ。もちろん報酬なら十分に用意する。他にも欲しいものがあるなら言うといい。大抵の願いなら叶えてやれるだろう。あのさ、あんまつまんないこと言わないでくんない？私は遊びに来たんだよ。とにかく楽しませてくれるならそれでいいからさ。それでいつになるわけ？ちゃんとしたおもちゃで存分に遊べるのはさ。急ぐさ。一体何者なんだ？チュンリをあそこまで。 SIN の意向で我々には介入できない事情があるんだ。察してほしい。 SIN が一枚噛んでるのは間違いないな。それにしてもあの女の力、調べる必要がある。 SIN か。やれやれ、意識を取り戻した途端これだからな。枕元にこれが？ええ、目を覚ましたら。気になるでしょ？それで PC を持ってこいと連絡が来たってわけか。いたずらじゃないのか？捜査中に重傷を負ったインターポールの捜査官の枕元に。これ繋がった？この女どういうこと？多国籍企業ソスナの研究所に向かっている。研究所？位置情報も上がってるわ。向かおう。またあの惨劇が起こらないとは言えない。このサイトしばらくモニターしておくわ。何か動きがあったら伝える。二人とも油断しないで。ああ。おもちゃの感想を遊ぶ前に聞こうっての？わい、その機体が向かっているのはシャドルーの元関連企業ソスナの研究所だ。そこに女が12人潜伏している。女ね。シャドルー崩壊後行き場を失ったベガ親衛隊だ。興味深いことに私の命を狙っているらしい。ただ殺してしまうのもつまらないだろう。ついでに新しいおもちゃの研究開発に役立ててやろうと思ってな。全員生きたまま連れて帰ってこい。
肩慣らしにはちょうどいいみたいだね。サーバーに新しいデータが上がったわ。了解。内容は？あの女についての情報ね。ハン・ジュリ、韓国籍。10年前、わずか15歳で韓国テコンドー界のトップに立った天才少女。父親は裏社会の捜査で高名な検事で、当時シャドルーの摘発を狙っていた。しかしその後、家族と一緒に乗っていた車ごと誘拐されるという事件に巻き込まれ、数週間経って救出されるも、娘のジュリは重傷を負っており、それが元で片目を失明。夫婦も結局は助からず、亡くなっている。それはおかしいな。あの女、片方の視力がないように見えなかった。もしかして。何？左目が光ったのよ、戦った時。組織に与えられた目ってわけ。あの女の目に何かありそうだな。とにかく、急ごう。できたじゃねえか。お前らさ、揃いも揃って本当おめでたいよ。この女も私と中身は似たようなもんだろ。ベガの親衛隊様なんだからさ、かばってどうすんの。なあ、正義感じろ、仕上がって虫ずで走るぜ。ああ、ごめん、お前もお仲間なんだっけ。面白いな。ずいぶんと面白いことしてくれてんじゃねえか。お礼にそっちも楽しませてやらねえとな。貴様、ジュリだな。ベガや SIN との関係は？答える義理はねえよ。なかなかやるじゃね
待っていて、必ず戻ってくるから。お前の左目から発せられる異常に強い気のパワー、一体それは何だ。お前の知る必要はないよ、カイル。そいつの気は左目から人工的に作り出されたものに違いない。パワーが人のものにしては圧倒的すぎる。その推理一線言ってるよ。あ、そういやさ、あのチャイナ娘は今日は来ないわけ。無理か。あの女を追ってくれ。任せだぞ。定石なんだよね。ジュリー、彼女たちをどこへ連れて行くつもりだ。返してもらう。やれるもんだ。やってみな。もう分かっただろ。どうにもならないってことがさ、とっととお家に帰っておねんねしな。それに本気で力使っちまったらこの木が落ちちまうだろう。グー気読めよ。実験動物としてその生涯を終えるんだよ。なんだと。お前もこいつらと同じだったな。アリンコほどの価値もない。でも一人で行くのは寂しいだろうし、ついでに教えてやるよ、お前らの正義とやるがどんだけバカバカしいか。ほらよ。
キャミーも俺もなんとか無事だ。ベガ親衛隊の女が一人重傷を負っている。メルタレッド卿を失ってしまったので大至急救助を送ってくれ。ええ、分かったわ。すぐに救助を要請する。すまない、ジュリは逃がしてしまった。気にしないで。じゃあ。それにしても情報が正確すぎる。この提供者一体何者なの。逃がしちゃったの。まあいい情報収集にはなったかしら。しばらくそっちを追いかけてちょうだい、捜査官さん。悪いけど一体壊しちゃってさ。想定外の邪魔が入ったなら仕方あるまい。実験は思いつきに過ぎ、最初は全員殺すつもりだったのだ。一人くらい大きな問題ではないさ。それにしても毎度目を見張る活躍だな。そりゃどう思う。面白いかどうかにしか興味ないか。戻ったら風水エンジンの点検だ。今後も期待しているぞ。ほんと面白い見せ物が始まりそうだな。シャドルと SIN の対決、どう転んでも泥仕合じゃねえか。これだよこれ、これが見たくて来たんだよ私は。